ウィンズケール原子炉火災事故は1957年10月10日に起きた英国史上最悪の原子力事故で最大でレベル7まである国際原子力事象評価尺度でレベル5の事故と評価された2基の原子炉は英国の原爆製造計画の一部として特管工事で建設されたウィンズケール原子炉1号機は1950年10月に 続いて2号機は1951年6月に運転を開始した。ウィンズケールは原子力施設群の名前であり、地名ではない。場所的にはシースケールの町外れから数百ヤード北側の距離に位置する。1号路及び2号路は核兵器を生産する目的で建設された軍用の原子炉であり、発電機を備えていないため原子力発電所には分類されない。 コールダーホール原子力発電所や後に建設されたソープ再処理工場も同じ敷地内である。事故はカンブリア州にある原子力施設のウィンズケールの敷地にある原子炉1号機の炉心で火災が発生したもので多大な放射能汚染を周囲にもたらした。事故による直接的な死者はいないとされている一方で事故が原因とされるンで12人が死亡という 報告や100人が死んだあるいはそれ以上という資産もあり、調査ごとに数字が異なっている。C スケール村で生まれた子供は、白血病で死ぬ割合が平均の9倍に達しているとの調査が1987年になされたが、放射線による影響はないとされた。一方、住民は、がんの多発を訴えている。ウィンズケール原子炉1号機の概念図エアフロー。 空気の流れフューエルロッズ、燃料棒グラファイトコア、黒煙の炉心チャンネル、各燃料冷却プールフィルター、フィルタズは、BBC の記事の方がわかりやすい、ウィンズケール原子炉の断面図フィルター、フィルターバイオロジカル。カバー、炉心シュラウドグラファイトコア、黒煙の炉心クーラントエアインテークス、冷却空気、取り入れ口フューエルアウトプット、燃料、 取り出し口第二次世界大戦後、英国政府は、世界の強国として、軍備拡張競争の発展に置き去りにされたくないが、ために、可能な限り早い、独自の核開発に乗り出した。原子炉は、カンブリア州にある、小さな村、シースケールの近くに建てられた。ウィンズケール原子炉1号機及び2号機として、知られていた2つの原子炉は、 数百フィート隔てて建てられた大きなコンクリートの建屋に収容されていた。原子炉は黒煙原則空気冷却炉であった。各分裂反応は大量の熱を発生するため黒煙のチャンネルを介して空気を吹き込むことによって炉心を冷却する必要があった。冷却用の空気は一組の大型ファンにより取り入れられ高温の空気は 炉心の背面から外に排出され、煙突を登った。フィルタは、ノーベル賞受賞者で、アイレの責任者だったジョンコック・クロフトの介入で、建設の後の方で追加され、燃料排出面の真上にある回廊に収納された。フィルタなど不要で、費用と時間の無駄であり、技術的な頭痛の種になるだけとみなされ、大きなコンクリートの建屋の400フィートの煙突の上部に、 後期の終わり頃に追加された。このために、建設作業者や技術者たちには、コッククロフトの飾り物と呼ばれていた。原子炉は、固体グラファイト製の炉心で、ウランと同位体のカートリッジを通す、水平のチャンネルがあり、同位体のカートリッジに中性子放射をさらすことで、ウランからプルトニウムと放射性同位元素のそれぞれを、生成した。核燃料と同位体は、 原子炉の正面、燃料供給側のチャンネルに供給し、使用済み核燃料は炉心を通り抜けて、背面、燃料、取り出し側に押し出され、一旦水で冷却してからプルトニウム抽出のための再処理をした。燃料天然ウランは、冷却効率を向上させるために放熱板がついたアルミニウムの燃料カートリッジに入れられ、プルトニウムの生産に使用されていた。 このプルトニウムは核兵器に使用する意図があったため、重いプルトニウムの同位体の生成を減らすために燃料の燃焼度は低く保たれていた。同位体カートリッジ以下の物質が燃料カートリッジの内部に収められ、放射性同位元素を作成するために中性し、照射された。生成する目的物質と、 反応の過程で生じる同位体の組み合わせのいくつかを以下に示す。これらのうち、ポロニウム210の放出が、集団占領に最も大きな役割を果たした。原子炉が建設された頃の英国は、アメリカやソ連とは異なり、国煙が中性子にさらされた場合に、どのように振る舞うかについてほとんど知見を有していなかった。ハンガリー系アメリカ人の物理学者、 友人ウィグナーは、黒連は中性死傷者を受けると結晶構造が変化し、ポテンシャルエネルギーを蓄積することを発見した。このエネルギーは、蓄積が進むと強力な熱として、急激に放出されることがある。創業認可が降りて運用が始まると、ウィンズケール原子炉2号機に、不可解な露心温度上昇が生じた。 これは、ウィグナーエネルギーの急激な放出に起因するものだった。英国の科学者たちがこの現象における危険性を懸念し、蓄積されたウィグナーエネルギーを安全に解放するための手段が求められていた。唯一の有効な解決策は、焼きなまし工程の追加で、黒煙の炉心は、核燃料で、摂氏250度に加熱され、炭素原子が、 結晶構造の所定の位置に戻って、蓄えられたエネルギーを徐々に熱として解放し、そして、炉心全体に均一に広がることになった。焼きなましにより、ウィグナーエネルギーの蓄積を防ぐことには成功したが、監視装置も、原子炉そのものも冷却システムなども含めたすべての周辺装置も、焼きなまし工程のためには設計されていなかった。 事故の時には、広く考えられていたように、黒塩原則剤にではなく、ウラン燃料に火がついた。2005年の調査により、黒塩の損傷は燃えた、燃料棒の周囲に止まっていたことが示された。この原子炉の金属ウラン燃料は、現代の原子炉で使用される二酸化ウランとは異なり、酸素の存在下で簡単に燃える性質があった。冷却空気を直接、 大気中に廃棄することは、露心から放出された放射性物質がフィルターを通過すれば、環境中に放出されることを意味した。英国が米国と核兵器相互開発合意の二国間条約の交渉を進めるためには、技術的に互角であることを証明しなければならなかった。 ウィンズケールの施設は、英国最初の原子爆弾用プルトニウムの生産を目指して建てられた。原子爆弾の開発には成功したが、その後米国は、ミエ水素を使ったテラー・ウラム型の水爆を設計し、爆破実験を行った。英国は、ミエ水素を生産するための施設を保有していなかったため、ウィンズケール原子炉を転用する決定がなされた。ミエ水素は、 原子炉のうちでリチウム6に中性子放射を当てることで生産できる。プルトニウムを生産するよりも高い中性子束が必要なのでアルミニウム製の燃料カートリッジについているウランが発火するのを防ぐための放熱フィンを切り詰めアルミニウムで中性子が吸収される割合を減らすことが決定された。ウィンズケールの施設を最初の設計のままで 想定限界を超えて使用することで安全性は下がるものの低いコストで見え水素が製造できるはずだった。1号炉で最初の見え水素の生産に成功した後の段階では熱の問題は無視できると推定され本格的な生産が始まったが設計仕様を超えた原子炉の温度上昇により科学者たちは露心の熱の正規分布を変えそれにより1号炉で熱が 集中する、ホットスポットが生じた。これらの熱の急上昇が、科学者たちに気づかれなかったのは、熱伝体は、元の設計に基づいて、露心の熱分布の温度の測定に使用されており、露心の最も熱い部分を測定するようには、なっていなかったので、それが誤った楽観的な見方につながった。1957年10月7日、運転員たちは、 焼きなまし工程を開始するために、ウィンズケール原子炉1号機の冷却ファンを低風力に切り替え、原子炉を低出力で安定化させた。次の日、焼きなましを行うために、運転員たちは原子炉の出力を増加させた。焼きなまし工程がうまく行われていたように見えたので、原子炉を停止するために制御棒が炉心に下ろされたが、 ウィグナーエネルギーの解放は露芯に均密には広がっておらず、蓄積が残っていて不十分なことがすぐに明らかになった。そこで運転員は制御棒を再び抜き、二度目の加熱を行って焼きなまし工程を完了させようとした。熱伝体は露芯の最高温の位置にはなかったため、運転員たちは露芯の一部が他よりもかなり熱くなっていることに気づかなかった。 このことが、二度目の加熱が火災を決定づけた要因の背後にあった疑いが持たれているが、正確な原因は今も不明である。公式の報告書は、ウランのカートリッジが破裂して酸化したことが一層の加熱と火災の原因になったと示唆しているが、より最近の報告書では、マグネシウム、マイナスリチウム同位体カートリッジの方かもしれないと示唆している。 危機器を観察してわかることのすべては穏やかな温度上昇があったことで、それはウィグナー効果により発生すると予想される範囲内のものだった。10月10日の早朝、何か異常なことが起きていると疑われた。露心の温度はウィグナー効果による熱放出が終了することにより徐々に低下するはずであったが、監視装置は不明瞭な表示をし、熱伝体の一つは 炉心の温度があべこべに上昇していることを示していた。原子炉が冷却するのを促進するために空気の風量が増やされた。これは炎により多くの酸素を供給することになり、放射性物質を煙突の上に押し上げ、フィルタの回廊に入り込んだ。その時になって制御室の運転員たちは煙突最上部の排気部分に取り付けられた放射線の状況を測定する。 モニタ装置の針が振り切れていることを知った。指針に書かれた通りに、現場監督は、施設が緊急事態であると宣言をした。運転員たちは、遠隔監視装置で、原子炉を調べようと試みたが、それは、障害により動かなかった。所長のトム・ヒューズは、独自の判断で、原子炉を調べようと提案し、彼と他の運転員は、防護服に身を包んで、 原子炉の燃料供給面側に向かった。高温を記録している熱伝体の近くの燃料チャンネル検査用のプラグが何らかのミスで取り外されていたと分かったのは運転員たちが灼熱した燃料を見た時だった。検査用のプラグの一つが取り外されていたんだとトム・ヒューズは後のインタビューで語った。そして我々は チャンネル4本分の燃料棒が灼熱して明るく光り出している本当に恐ろしい光景を見た。原子炉が火災を起こしていることに疑いの余地はなく、そして約48時間が経過していた。副所長のトム・トゥイは完全装備の放射線防護服と呼吸用のボンベを身につけ、原子炉後部の燃料取り出し側を調べるために高さ80フィートの原子炉建屋の屋上に 階段で登り、原子炉の蓋の上に立った。ここで、トゥーイは点検用のハッチから、鈍く赤い光が、原子炉の背面と、炉心シュラウドの間の空間を照らしているのを見たと、報告した。灼熱した燃料カートリッジは、燃料取り出し側の燃料チャンネルの中で強い光を、放っていた。トゥーイは、事故の真ん中、燃料、取り出し側からの荒れ狂う猛火が届く。 ロシンシュラウド上部の鉄筋コンクリート製の建屋の上に何度も戻り、そこで指揮を取った。コンクリートは摂氏600度を超えると崩壊する恐れがあったが、トゥーイは危険を犯して職務を遂行した。運転員たちは火災にどう対処すべきか確信を持てなかった。まず、彼らは空冷用のファンを最大出力にして、 冷却効果を増加させることにより炎を吹き消すことを試みたが、これは逆に炎を煽った。トム・ヒューズと彼の同僚は、すでに激しい炎の出ている周囲から無傷の燃料カートリッジを取り出して炎症を防ごうとしていた。トム・トゥーイは、炎の中心部の溶融したカートリッジの一部を足場用のパイプでついて、炉の後ろの燃料冷却プールに落とそうと提案した。 しかしいくら押しても燃料棒は動こうとせず、この方法では不可能だと分かった。パイプを抜くと先端は軒並み灼熱しており、さらに、抜いたパイプのうちの一本は灼熱した先端から溶融した金属が滴り落ちていた。ヒューズには、これは中性死傷者を受けたウランが溶けたものに違いなく、それは重大な放射線の影響が、 燃料供給側の作業用エレベーターにまで及ぶと分かっていた。熱にさらされた燃料チャンネルは白熱していたとヒューズと一緒にエレベーターで作業していた同僚は言った。それはまさに白熱していたんだ。誰も文字通り誰も一体どれだけ高温になってしまうのか想像もできなかった。次に運転員たちは二酸化炭素を使用しての消化を試みた。 同じ敷地にある新しくできたガス冷却炉のコールダーホール原子力発電所に25トンの液体二酸化炭素がちょうど納品されたところでそれをウィンズケール原子炉1号機の燃料供給側に取り付けたが火を消すのに役立つほどの量ではなかった火はあまりに熱かったので二酸化炭素を使用すれば酸素を剥ぎ取る可能性もあったヒューズは後に詳しく語っている それで我々はこれを取り付けたんだ。我々には、この貧弱な二酸化炭素のホースしかなく、私にはこれで消化できるとは全く思えなかった。10月11日金曜日の朝、火災は最悪の状態にあり、11トンのウランは光り輝いていた。温度は極端に高くなっており、損傷を負った、原子炉周囲のシンシュラウドは崩壊という深刻な危機に陥った。 この危機に直面して、運転人たちはついに水を使用することを決めた。水をかけると、溶融した酸化金属が水と接触し、水の分子から酸素を剥ぎ取って有利した水素が残り、送風された空気と混合して、水素爆発を起こし、熱で弱くなっているシンシュラウドを破裂させる危険があった。しかし他に選択肢がなかったために、 運転民はあえて計画を進めることにした。約12本の消火ホースが原子炉の燃料供給側まで引き回され足場のパイプにかけられた。ノーズルの先端を切断し、火災の中心部より約1メートル上の燃料チャンネルに差し込んで水を注ぎ込んだ。トゥイは再び原子炉建屋の屋上に駆け上がって放水を指示し、 水圧を増やすにつれ水素が反応する兆候を示さないか点検用のハッチのところで注意深く音を聞いた。しかしながら、注水だけでは消火に失敗し、さらなる措置を取ることが必要になった。そこで、トム・トゥーイは自分と消防隊長を除いて、原子炉建屋の外に出るように命じ、原子炉を冷却していた送風ファンを止めた。トゥイは、その後何度も、 屋上まで上り降りし燃料取り出し側から立ち上る炎が次第に消えていくのを報告した。火を観察している間に彼は燃料取り出し側を見やすくするために止め金を外していた点検用のハッチが吸い込まれて早く閉まることに気づいた。これは炎があらゆるところから空気を吸い込もうとしていたためだと彼は報告している。炎は 燃焼を続けるために煙突からも空気を吸い込もうとしていたに違いないと彼はインタビューで述べた。ついに彼は点検用のハッチを開けて火が次第に消えかけているところを確認することができた。最初は炎上していたが炎が減少し赤い光は消え始めたと彼は説明し私は沈下したことに納得がいくまで何度も建屋の屋上に登って確認した。 私は確かに燃料回収側に立っていたんだ。まあ、多分続けて彼は言った。停止した原子炉の露心をまともに目視すれば、相当の放射線を受けただろう。原子炉が完全に冷温になるまで、さらに24時間の放水が続けられた。1号炉は、事故以来、封印されたままで、依然として、約15トンのウラン燃料が残っている。 残った燃料を取り出そうとすると、放水の時に生成された自然発火性物質の水素化ウランの存在ゆえに再燃する可能性もあると考えられていた。その後の廃炉プロセスの一環として実施された調査ではこの可能性はないとしている。計画では原子炉は2037年よりも前に最終的に廃炉となることはない。コッククロフトの飾り物のおかげで 火災の時に煙突から流れ出た放射性物質をいくらか低減することができたが放出された放射性物質は英国を超え欧州大陸にも拡散した。火災は推定740テラベクレルの要素131を放出し、 同様に 22TBQ のセシウム137と 12000TBQ のキセノ233、そして他の放射性各種も放出した。後の汚染データの見直しにより、英国内と英国外の汚染は以前は見積もられたよりも高かった可能性がある。原子炉は修復不能であった。可能な箇所では燃料棒を取り除き、原子炉の遮蔽装置は密封し、 そのまま残された。約6700本の火災で破損した燃料カートリッジと1700本の火災で損傷した同位体カートリッジが原子炉内に残された。損傷した炉心は崩壊熱のためまだ少し熱を持っている。ウィンズケール原子炉2号機は火災による損傷は受けていなかったが使用を続けるのはあまりにも危険であると考えられたために 事故から間もなく停止された。それ以来、空気冷却型の原子炉は建造されていない。破損にした原子炉から最終的に燃料が除去されるのは2008年に開始してさらに4年間継続する予定だった。イギリス核開発の父として知られるウィリアム・ペニーを議長とする諮問委員会が1957年10月17日から25日に開かれた。 ペニー報告として知られる報告書は英国原子力公社の会長に提出され1957年11月に議会に提出された政府白書の元となったペニー報告そのものは1988年1月に英国公文書事務所から公開された1989年には元の録音からより良い書き起こしをするための作業の後に改訂版が 公表された1957年10月26日、火が消えた16日後ペニーは4つの結論に達したと報告した。しかし報告は技術的及び組織的な欠陥に対して非常に批判的であった。自己収集に直接関わってきた人々は対応手順が迅速かつ効率的及び任務に対する顕著な検診を示したというペニーの 結論に勇気づけられた。しかし、トーマス・ドゥーイによって示された、決断力と勇気、そして第三次を回避するのに果たした重要な役割が、完全には認識されていないと感じた人もいた。事故を過少に見せ、国民の関心が集まらないようにするため、作業員たちは、よくやったと背中を叩かれるだけで満足しなければ、ならなかった。 2008年3月12日に、トゥーイは、彼の人力が一切こうに認識されることなく、死亡した。ウィンズケールの施設は除染され、まだ使用中である。施設の一部は後にセラフィールドと改名され、英国核燃料会社に移管された。今では、設備全体が原子力廃止措置機関に所有されている。当初、特に懸念されていた、放射性同位元素は、 要素131で、半減期は、わずか8日だが、人体に取り込まれれば、甲状腺に蓄積する。その結果、要素131を摂取すれば、多くの場合において、甲状腺がんにつながる。火災事故は200の癌症例の追加の原因となったと、推定されていたが、しかしながらその数字は、最近になって240例と修正された。 1954年には緊急事態に対処する計画が作成されていたが、計画の存在すら知られておらず、周辺地域から誰も避難しなかった。事故後2日経って乳牛は危険なほど汚染されているかもしれないという懸念のため、周囲の田園地帯の約500平方キロメートル内で生産された牛乳は、約1ヶ月間、集荷場から下水に投棄された。 しかし、悪臭が問題となり、海へ通じる、下水道に牛乳を捨てることは禁止されたため、海岸近くの排水路や入り江から海へ直接、捨てられることになった。2000年の Mortality and Cancer Registration Experience of the Serrafield Th Employees, No Ones have been involved in the 1957 Wind Scale Accident という研究では、 除染に直接関わったために最も多くの被爆をしたと考えられる労働者たちからも優位な長期的な健康への影響は認められないとされている。原子炉から大気中へ大量の放射性要素が放出。ただし軍が原爆製造過程で計画的に行った作業の一部で事故ではない。再処理工場の B204 から 排液が誤って排水口に入り、C スケールの海岸の一部が汚染された。B204 デルテニウム106のガスが逆流し35人が被爆。B204 は閉鎖される。廃棄物貯蔵タンク B38 から放射能漏えい。BNFL は事故を秘密にしていた。高レベル放射性排液が溢れ、10万キュリー以上の放射能が漏れた。 燃料被覆管を取り除く B30 で火災発生。8人の労働者が被爆。使用済み核燃料から要素131が漏えい。ヨークシャーテレビのウィンズケール核の選択屋が世の関心を集め、環境保護団体のグリーンピースが抗議のため海洋放出管を塞ぐと宣言。 裁判所の妨害行為差し止め命令を無視して、ダイバーらが、ボートで、海洋放出艦に向かったところ、黒い油膜を発見。ガイガーミュラー係数艦で測定すると、針が振り切れた。危険を感じて、潜水は中止思向に引き返したが、ボートの底から高い放射能が検出された。排液の誤放出で、約600キュリーが、海洋に放出されたと推定された。 25マイルにわたり、海岸に立ち入らないように勧告された。許容レベルを超える排液が、海洋放出管から流され、住民は海岸に近づかないように警告された。2005年のウィンズケールソープ再処理工場で、INES レベル3の事故。脳症産に溶解したウランとプルトニウムの、高レベル放射性の核燃料を含む危険な、混合物、約20トンが、 パイプの破損箇所から巨大なステンレス製の容器にリーク。放射線量が高いので立ち入れなくなり、ソープ再処理工場は閉鎖を余儀なくされた。この件に関するウィキニュースも参照。環境保全運動や反核運動にとってウィンズケールの名前は憎しみの的となったため、悪いイメージを払拭するために1981年に施設の名称は、 セラフィールドに解明された。放射性廃液は沖合に伸びる放出管から海に投棄されていた。1980年代まで中レーベル廃液の海への放出も認められていた。1983年11月1日、ヨークシャーテレビは、ウィンズケール核の洗濯屋というドキュメンタリーで、シースケール村では小2眼の発生率が、 全国平均の10倍であると報道した。番組は大きな反響を呼び、環境大臣は事実と原因の究明を命じた。一方、番組に出演した、レイベングラスの夫妻は地元に、風評被害をもたらしたとして激しい非難と中傷、そして嫌がらせを受けた。ダグラス・ブラックのイネスティゲーション・オブ・ザ・ポッシブル、インクリースト・インシデンス・オブ・キャンサー・インウエスト・コンブリア、 によると、シースケールの10歳未満の白血病の症例が1955から1983年は5例で、英国の平均発生率からすれば、その期待値は0.50であるから、平均の10倍であった。委員会は、シースケール村での白血病発生率が高いことは、認めたが、普通ではないが異常とは言えないとし、対象となる。 子供の数も少ないので施設からの放射能放出との因果関係は証明できないとして否定する一方で、白血病が多い理由は説明できなかった。ブラック報告以来、様々な疫学的調査が行われたが、1990年2月17日にイギリス医師会雑誌の BMJ にマーティン・ガードナーらにより投稿された論文は以下のように結論づけていた。 子供が生まれる前の父親の被爆により、低レベルの放射線でも精子が突然変異し、小児白血病の多発をもたらすという調査結果は、英国に波紋を引き起こした。英国核燃料会社や原子力推進派は、放射能汚染と白血病多発は何ら関係がなく、その原因は、都市から原子力施設に移り住んだ人たちの持ち込んだ。 ウイルスである可能性も考えられるとして、ガードナー論文を否定した。ガードナー論文に対する反論ガードナー論文を否定する研究が数多くある。レオキン・レンラは、キャンパターナル・プレコンセプショナル、ラジエーション・アカウント・フォーザ・インクリース・オブ・ルー・キミア、アンド・ノーン・ホジキン・ス、リンフォ・マット・シースケールというレポートで、1951年から1991年の 間の25歳未満のシースケール村の青少年について調査し、白血病及び非保持金リンパ腫の過剰な発症が、青少年の受胎前の期間における父親の被爆という過程で説明ができるか否かの判断をした。英国の青少年における悪性腫瘍の発症率と、シースケール村在住の青少年の人数からすれば何、何 例ぐらいの発生が起きそうかを計算した数字を期待値とする。期待値に対し実際にシースケール村で発生した悪性腫瘍の症例数が何倍だったかを相対リスクとした場合のデータは以下になる。シースケール村で生まれ育った青少年は英国平均に比べ過剰な悪性腫瘍の発症が認められるという点ではブラック報告及びガードナー論文と一緒である。 近年のレポートでは、その相対リスクは、白血病で12.9倍、非保持金リンパ腫で28.5倍と計算された。一方、悪性腫瘍を発症した青少年の受胎前の、期間における父親の被爆との関連については、以下のデータから否定した。レポートは、シースケール村に住んでいた青少年で、悪性腫瘍を発症した11例のうち受胎前に、 父親が1 0 0ベルト以上の被爆をしていたのは、わずか3例に過ぎず、これを、受胎前に、父親が9 0ベルト以上の被爆にまで、拡大しても6例である。村で生まれて、悪性腫瘍を発症した青少年に限定した、場合は、受胎前に、父親が9 0ベルト以上の高い被爆を、しているのは6例中5例であるのに対し、 よそ生まれで悪性腫瘍を発症した青少年で受胎前に父親が高い被爆を受けていたのは5例中わずか1例である。よって C スケール村で過剰な悪性腫瘍が発生しているのは受胎前に父親が高い被爆を受けたことが唯一の原因ではないと結論づけている。レポートはースケール村の過剰な悪性腫瘍が発生する理由の説明として 未知の白血病誘発物質がある孤立した地域に稀な新旧住民の昆虫のため感染が促進される伝染病を提唱し、後者には証拠があると主張している。住民昆虫説を支持するレポート人口昆虫説は近年により提唱されている。住民昆虫説に疑問をひさ下するレポートカモレは1996年に発行した4番目の レポートで、第二次大戦中にロイヤルオードナンスがセラフィールドとドリッグの近隣に建築されて、シースケールにも多くの住民が来たことが明らかで、あるのに、小児白血病の増加が見られなかったと強調し、住民根住説に疑問を投げかけた。ヘザー・ディキンソンとルイーズ・パーカーは、1950年から1991年の間に、 カンブリアで生まれた子供たちに対しコホート研究を行い、セラフィールドで被爆を伴う作業をする父親から生まれた9859人と、セラフィールドと無関係な父親から生まれた256851人を25歳になるまで追跡調査し、悪性腫瘍のリスクを比較した。その結果、調査はリスクの高さの大部分は、 人工根虫で説明できるとしながらも、いくつかの症例については、受胎前の父親の被爆との関連を否定しきれないと結論付けた。1999年に英国放送協会は30分の教育ドキュメンタリー災害シリーズの3本目として、ウィンズケール火災と題した30分の番組を制作した。番組はその後に DVD として発売された。 事故後50周年の2007年に BBC はウィンズ・ケール英国最大の原子力災害と題した別のドキュメンタリーを制作しイギリス最初の核施設の歴史とその核兵器開発における役割について調査したドキュメンタリーは主要な科学者たちやウィンズ・ケールの副所長だったトム・トゥーイなど施設の運転員にインタビューしており10月8日に放送された ドキュメンタリーでは世界初の核施設の火災となった1957年のウィンズケールの火災は英国政府から支給で核爆弾の製造材料を生成せよという圧力の結果として安全対策を緩めたために引き起こされたことを示唆している。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故は 約176万テラベクレルの要素131を放出し、7万9500テラベクレルのセシウム137、650万テラベクレルのキセノン133、8万テラベクレルのストロンチウム90、および6100テラベクレルのプルトニウム、さらに12ほどの他の放射性核種も一緒に大量放出した。1979年の スリーマイル島原子力発電所事故は、ウィンズケールより25倍も多くのキセノン135を放出したが、ヨウ素セシウムストロンチウムについては、ずっと少なかった。福島第一原子力発電所事故の予備調査における、大気への放出の見積もりは、チェルノブイリとほぼ同等のレベルを示し、ウィンズケール火災事故の放出をかなり上回っている。 1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故はウィンズケール火災事故による放射性物質の放出を大幅に超えていたが、1979年のスリーマイル島原子力発電所事故までは最悪の原子炉事故として扱われていた。疫学的推定値はスリーマイル島の事故によって引き起こされる癌の増加数は一人未満で、 チェルノブイリだけが即死の犠牲者を出したとしている。スリーマイル島は民間の原子炉で、チェルノブイリは軍民療養だが、主に電力生産のために使用されていた。対照的にウィンズケールは純粋に軍事目的だった。ウィンズケールやチェルノブイリとは異なり、スリーマイル島の原子炉は事故によって放出される、放射性物質を原子炉建屋が抑えるように、 設計されていた。他の軍用原子炉には、1961年に、アイダホ州で運転員3人が即死した SL、SL-1 工場の事故や、1946年に、ロスアラモス国立研究所で、ルイススローティーンが死亡した、臨海事故がある。1957年9月29日、ウィンズケールの事故と同じ時期に起きた。 ソ連の麻薬工場で起きたウラルカク事は、さらに重大な事故で、何千、何万トンもの溶解した、核廃棄物が、タンクの冷却システムの障害により、比較爆発をもたらした。現在でも1957の火災事故は、ペニー報告の通りに作業ミスが原因であるとしている、資料がある。完全装備の放射線防護服のことを、ウィンズケールスーツと呼ぶ。 英国核燃料会社は1999年から2000年にかけてモックス燃料の品質検査記録を偽造していたが改善するという約束をした結果 ISO-9000 に認証を取り消されなかった過去に多大な環境汚染をもたらした同社は現在品質マネジメントシステムの ISO-9001 に加え 環境マネジメントシステムの ISO 14001の認証を受けている。ありがとうございます。